要劇料とは、律令制の日本において官人に対して払われていた手当の一つ。律令法などの法令には、定めがないものの、養老三年に激務を務める官人を選んで銭を支給したのが最初とされる。初期の制度については、支給対象など不明な部分もあるが、激務である、在京の式時間に対して会に対して月単位で、 ゼニを支給していたと考えられている。これに対して、万丈官の劇官に対しては、万上館と呼ばれる米が支給されていた。通常、式時間には月、月料、万丈官には、大館が支給されており、要劇料、万上かては、今日でいう、特別手当の性格を有していたと見られている。大道3年から翌4年にかけて、 官人の給与制度の改革が行われ、その結果、月量の支給範囲が縮小されるとともに、要激量の支給単位が、観察死以外の式時間に支給されること、官理を問わず一当たり一日当たり二章を支給する、支給の是非は、上日によって決定することにされた。また、万丈間の給与に関しても改革が行われた。その結果、 すべての頂上感と板上感は監視あるいは監視職別に月量、洋月量、板上かてのいずれかの給与をついたちあたり2章、支給されることになった。同時に洋月量はそれまでの特別手当としての性格を失うことになった。その結果、洋月量と月量の区別が失われ、混同される場合も出てきた。これらの財源は、 毎年諸国から大医療に収められる燃料薄付き米が当てられた。毎月4日に所管士は大乗官に対して前月の実績を報告し、大乗官は事故の分を含めた必要とする米の量を記した支給に関する大乗官布を大医療を所管する区内省に対して下し、これを受けて大医療からその月の13日に支給された。 だが、旧世紀後半になると燃料薄付き米の収納が滞るようになり、元業3年に設置された、いわゆる元業関連にはこれを補う意味も含まれていた。2年後には、その一部が書管紙に分割されて、洋劇寮の財源とされて、洋劇伝と呼ばれるようになった。洋劇伝は、後の諸子伝、諸子寮の原型となった。ありがとうございます。